ちが調律師で身近にピアノがあったので自然と調律師を目指しました。ハンマーに針を刺すことによって柔らかい音から強い音を出るように調整しています。同じように作られてきても音のタッチ感だったり音の出方っていうのはもう全然違うので、そのピアノで一番最大限のパフォーマンスを発揮できるようなっていう思いでは作っています。自分が納得できるものを常に作り続けたいとは思っています。